てて見ててどうだった？できてる人、まあもちろんキャッチ自体はできてるんだけど、動きがじゃあ滑らかだな、キャッチングしっかりしてるなっていう人の中でどうだった？自分が思ってるイメージ通りのことができてる、上手い人っていうところをまず聞きたい。ここのキャッチしました、移動しました、最初の手の位置どうだった、どうだったっていうところ。正直何人かの選手ね、手がこうなってたりこうなってたりこうなってたりあるんだよね。でそれを今度もう一回やるから、その時にグループ内でさ、ちょっと今一回分かれてさ、そういう意見をさ言ってあげて、あのお前もっとこうやったらいいよっていう、で逆に自分は何か言われるかもしれないしっていうところで、あのお互いにしっかりそこを埋めていきたいから、自分たちでちょっとグループに分かれて話し感じしてみて、1、2分、たった1、2分何も言わなくてもいいのかもしれないけど、これはコミュニケーションっていうのが大事だから、俺が思うのは全てをやはり急ぎすぎて、だからこぼしてしまう全体で、ね、そうだから次行かなきゃ、次行かなきゃが多いからさ、別にそんな関係ない、一本一本大切で、やっぱ結局はどう早くすればいいの、おーってなるとなんかこぼしちゃうから、一歩一歩取るとかして取って、かわいそうじゃん、そしたらおーとかこつかない、ボラの両方キャッのボラあるじゃん、それに対してチェッカーが蹴るやつが違うわけじゃん、蹴るボールも違うわけじゃん、残り30秒、わりかしそっちのボールはまさか結構早めに蹴ってたけど、こっちの空から